山本周五郎作ザクロ一マサは初めから夫が嫌いだったのではないまた結婚が失敗に終わったのも夫の罪だとは言えない肖像の悲しい性質とその性質を理解することのできなかったマサの若さに不幸があったのだと思う 松室の家は長左衛門の代で中老の席から番頭閣に下げられ、さらにその子の伊太雄の代で平勝ちに落ちた。長左衛門は完璧がたたって忍傷したためであるし、伊太雄は深酒で身を誤った。二台で中老から平勝ちまで落ちるのは稀だと言っていいだろう。 肖像は祖父がまだ中老だった頃の役下の屋敷で生まれ、区県庁のお小屋で幼少時代を、そして十一の年からは大間屋町の組屋敷の中で育った。階級観念の堅くなな時代に、こうして転落する環境から受けるものが、少年の性質にどういう影響を与えるかは言うまでもあるまい。 それにもともと祖父や父の感情にもろい血統の根も引いていたことだろうし、不幸はすでに宿命的だったという気もするのである。聖火の犬馬は代々の物頭かく定石で、父の現場はおやり奉行を務めていた。正の上に新一郎、源次郎という兄があり、 彼女は女の末っ子であるが、父の人一倍厳しいしつけで、ごく世間水な融通の効かない育ち方をしたようだ。松室との縁談は、戸沢一右衛門という中老から始まり、父には難色があったようだが、松室の将来は自分が面倒を見るから、こういう戸沢中老の一種の保証のような言葉があって、 ままとまったらしいもちろんこれは結婚が不幸に終わった後で聞いたことだし、そのために戸沢中郎に席をおかずけるようなものではないけれども。マサは結婚という現実よりも自分のために作られる衣装や髪飾り、長度などの美しさに心を奪われるほど若かった。 十七にもなってこの子は、母親にくたびもそう言われたほど若かったのである。祝言は八月のことで、話があってから三十日ほどしか経っていなかった。人の家へ貸すということより、双親や兄たちと別れ、生まれた家を去るという悲しさの方が強く、出かける前になって庭へ抜け出し、 色づき始めたハゲートウのところで激しく泣いたが誰にも見つからないうちに涙を拭いて部屋へ戻ったその時のハゲートウの色とそれを眺めていた涙の混じり気のない味をその後マサはどんなに懐かしいんだか知れなかった新しい生活はマサに衝撃を与えた 年よりもはるかに物知らずだった彼女は、恐怖と苦痛と不眠とで、数日のうちに驚くほど憔悴した。松室には病身の姑がいた。ごく口数の少ない人でもう二年ばかり引きこもったきりだったが、この人がまさの様子に気づいたと見え、さりげないことに託していろいろ話してくれた。 それでともかくわけのわからない恐怖は消えたが、その言葉の中にあった、女というものの務めだから、という表現が強く頭に残った。どんな美味でもそれを食べることが義務になった場合には、食欲は減災される。精神的にも肉体的にもあまりに若かったまさには、 恐怖に代わってのしかかった義務の観念が新しい苦痛となり抑えようのない縁起感となった肖像がもう少し違った性格だったらそれでも破綻を避ける機会はあったかもしれないしかし彼自身も24歳という年にしては正常に疎かった家計の落泊に対する髭感から その結婚を課題に考えすぎたらしいし、それだけマサへの愛情も激しく一途になったようだ。マサは俺が嫌いなのか彼はよくこう言ってマサの両手をつかんだ。こんなにマサを好きな俺の気持ちがマサにはわからないのか正直に言ってくれ。どうしても俺が好きになれないのか 俺はいつまで平かちではいないよ。わずかな酒に酔うと肩を上げながら言った。松室の家を起こしてみせる。大したことじゃない。見ておいでマサ。お前をきっと中老夫人にしてみせるよ。世間へ出て恥ずかしくないだけの生活を。俺は誓ってまさにさせてみせるよ。 家にいる限り、肖像は片時もまさを離さなかった。そばにいれば、絶えず手を握るか、肩を抱くかする。いつもじっとこちらを眺め、ふいに青くなったり、美しいなあとため息をついたりする。そして、三日にあげず何か物を買ってくる。派手すぎてなまめかしいような着物や帯が増え、かんざし、 中刺し、櫛、公害、手箱、文庫、手鏡などという風うに、マサは努めて喜ぼうとした。中には本当に嬉しいものもあったから。けれど最も深いところでそごしている感情が、どうしても素直に喜びを表すことを妨げた。それでなくとも、肖像のこういう愛情の表現は、 厳しくしつけられたマサにとって好ましいものではなかった。武士というものは過剰左藩常にこうだと言われてきた生活に比べると恥ずかしさに身の縮むようなことが多い。それがますます彼女の心を夫から遠ざけるのであった。かしていって間もなくのことだ。肖像は 売れたザクロの実を割って眺めていたがふと熱のある人のような目でマサを顧み割った果実の中の紅玉のような種子を示しながらこんなことを言った「この美しい実をご覧私にはこれがお前の体のように見えるんだよ」に 割れた火ひの中から白い雨川に仕切られてこの澄んだ生々しい下流が現れるまるで乙女の純潔な血をすすったようなこの美しい赤さを眺めていると私にはお前の体の中を見るような気持ちがしてくるんだその時マサは本当に自分の体を割って覗かれたような 恐怖に近い周知に襲われて、ぞっと身震いをした。言い表しようのない犬猿と屈辱のために、それから以後は、肖像に見られるだけで寒くなるような気持ちが続いた。肖像は神経質になり、イライラしだした。彼はどうかすると、恐ろしく不機嫌になり、口もきかず、そばへも寄らないことがある。 今からけたたましく呼びながら、急いで行くと、もう済んだ、よし、などと突き放すように言う。しかしそれは決して長くは続かなかった。すぐにまた、まさを引き寄せ、詫びを言い、後悔しながら激しい愛撫を繰り返すのである。もう少しの辛抱だ。きっと出世してみせるからね。 く縮めた妻の肩を抱きながら思い詰めた調子で彼はこう誓う「こんな惨めな生活とはもうすぐお別れだ」「まさが妻であってくれさえすれば私はどんなことでもする何でもありゃしないもうめどはついているんだ」「10月に姑が病死した。 死の消えていくような静かな死だった。臨終の時姑は枕元に座っている肖像をつくづくと眺めた。それからその目をマサの方へ移し、しばらくこちらを見つめていたが、やがてそのまままぶたを合わせた。それは言い残したいことがあるけれど、言っても所詮はダメだろう。そういう意味に、 まさには受け取れたのである。肖像は未練なほど泣き悲しんだ。しかもそれは愛情の深いことを示すより、感情の脆さと神経の弱さを証明するようで、まさにはむしろ目を背けたい感じだった。年を越えて二月初めのこと、突然中央度の戸沢和右衛門が訪ねてきた。 下場の途中だと見え、次上下で玄関に立ったまま。松室は帰ったかと聞いた。そしてちょっと考えてから。では、帰ったらすぐ私の家へ来るように。と言って、そのまま玄関から去った。正蔵は帰らなかった。まさは夕げも取らずに待った。 九つに下女を寝かし、幾度も迷った後、八つの鐘を聞いたので、つねぎのまま自分もヤグの中へ入った。クリアを開ける下女の気配で目が覚めると、もういつか夜が明けていた。すぐに起きて、そっと夫の居間へ行ってみたが、もちろん姿も見えないし、帰った様子もなかった。 どうなすったのかしら。さすがに不安になって、こうつぶやきながら廊下へ出ると、そこに封書の置いてあるのが目に留まった。マサは危険なものをでも見つけたようにぎょっとし、五拍子ばかり怯えたような目で眺めていたが、やがて素早く手に取ると、人目を恐れるように自分の部屋へ行って座った。それは、 肖像から彼女に宛てた告白と謝罪の手紙だった。自分が何をしたかということはすぐわかるだろうからここには記さない。そういう書き出しであった。自分は松室の家を昔の位置に戻そうと努力した。しかしそれは亀や自分の出世のためよりもそれによって マサを中老職の夫人にし、物質的にも精神的にも恵まれた生活をさせてやりたかったからだ。自分にはマサを幸福にすることのほかに何の野心もなかった。どうかこれだけは信じてもらいたい。自分はただマサを幸せにしたかったのだということを。だが見事に失敗した。 焦るあまりに目がくらんで取り返しようのない失敗をした。おそらくこれが松室家のたどるべき運命だったのだろうと思う。自分は退国して身の始末をつける。まさには詫びのできることではない。だから許してくれとは言わずに去るが、ただ行く末幸せであるように祈ることだけは許してもらいたい。 マサのためには本当に悪い巡り合わせだった。どうか一日も早くこの不幸な痛手から立ち直ってくれるように。およそこういう意味のことが書いてあった。マサはその手紙をすぐに焼いた。その時の彼女にとっては、武士たる者が妻を幸せにするために身を誤ったという。 めめしい未練な言葉に腹が立ったのと、これで自分は解放されるという気持ちの安らぎとで、短い文章に込められた挨拶の調子などは全く目に入らなかったのであった。朝食を済ませるとすぐ、マサは着替えをして、戸沢中郎の屋敷を訪ねた。カズエモンは話を半ばまで聞いたが、 慌ただしく歌詞を呼んで追っ手の手配をするように命じた。「両街道へ馬でやれ。雪を利用して山を越えるかもしれぬ。張り立つ沢へも追っ手をかけろ。和えもんは激しい言葉でこう言った。どうしても逃がせないやつだ。できる限りの手を打て。まさはそのままそこにとどまり。 戸沢の歌詞が下女と留守宅へ行った。肖像は捕まらなかった。後で分かったのだが、その時は菩提寺に隠れていて、随分の手の緩むのを待って国境を抜けたのである。詳しい始末は分からなかったが、在家は多額の公金費償ということだった。マサはそのまま戸沢家で、 半年ばかり世話になった。三。肖像には逃亡のまま残罪の戸賀が決まり、松室の仮名は与えた。本来なら当然その妻にもお咎めがなければならない。しかし、中尾戸の責任で戸沢が奔走したものだろう。国元お構いということで、その年の九月。 ひそかに江戸屋敷へ移された。江戸では母方の叔父にあたる小野木昭左衛門の家に落ち着きやがて五天の奥勤めに登ったはじめ小泉院という藩主の聖母に着いたが五年して中老閣に挙げられ優筆を務めたこの時の縁がおり米金十五両五合力七両二部の他に 月々、薪、六巻四部、炭二氷八部、水油八号、ぬか、二氷八号、再忍三十問目で、子供を三人使うことができた。それからさらに六年して、二十八の年に上口勤めとなり、三十五歳で老女になった。ここまでは平穏で明るい生活が続いた。 女ばかりの明け暮れで、時にはつまらない抽象や嫉妬や陰口などにわずらわされる。中には好んでいかがわしい話題に興じたり、悪い癖を持っているものなどがあって、女というもののいやらしさ、あさましさに身のすくむような思いも幾度か経験した。けれども、年の若い者は別として、二十を越した者には、 いろいろな事情から生涯独身と決めたものが多くそこには独立して生きるものの張りと自覚があったから松室での生活に比べればはるかに気楽でもあるしのびのびと解放された気持ちでいることができたお嫁に行って苦労することを考えると本当にこういう暮らしは女の天国ね難しい夫の機嫌を取ったり 姑や姑の小言にビクビクしたり、年中休みなしに家事で追い回されたりするなんて、想像するだけでもゾッとするわ。女が嫁に行くということは、つまり自分と自分の一生を他人にくれてしまうことなのね。こんな話をよくしたものである。しかし、十五歳になるころから、まさの心に、 少しずつ変化が起こり出した。それは国元から長兄の娘が江戸屋敷へ貸してきた時に始まる。その名は早苗といって十八になり、相手は何度役で渡辺大七といった。まさは二人の結婚式に招かれたのが機械で、同じ家中にいる三家の親族とよく往来するようになった。それは、 老女という身分で、勤めにいとまのできたことや、三十五歳という年齢の関係もあるだろう。ごく疎遠だった杉原という母方の縁者とは、ことに近しい付き合いが始まり、時には家庭の中のことまで相談されるほど打ち解けていった。その杉原で、妻女が病気で寝ついた時のことだ。まさが見舞いに行くと、 夫の異兵が枕元から立つのをよく見かけた。暇があるとそばへ来て、物を読んだり話しかけたりしているらしい。いつも難しい渋い顔をしている人なのだが、その時は不安そうな、ひどくそわそわと落ち着かない様子で、薬や食事なども自分で世話をする風だった。男って本当に子供のようですのね。 西は眉をしかめて見せた私が死ぬかもしれないってすっかりおろおろしているんですの医者の言うことなど信用ができないと言いながら少し顔色が悪いくらいですぐ呼びにあるんですもの恥ずかしくなってしまいますわそんなふうに言う方はないそれはご主人がどんなに深くあなたを愛しているかという証拠ではないか マサはこう言おうとして、ふと口をつぐんだ。理由はわからないが、何か喉へ物でも使えたようで、どうしても言葉にならなかったのである。その夜、マサは初めて自分の結婚生活を改装した。夫婦生活に対する考え方は、すでに17歳の時のままではない。20年近い年月の間には、 多くのことを知った。世間や人の心の裏表生活を支える虚色や真実美しいものの影にある醜さ女が35という年齢で理解するものを彼女も今は理解することができる自分は若すぎたマサは胸の痛むような思いでそうつぶやいた 肖像のしてくれたことが、どんなに深い愛情から出たものであるか、それに対して自分がどういう報い方をしたか、初めてまさにはわかるように思った。その時から、彼女の心に一つの世界が開けた。人を尋ねると、無意識のうちにその夫妻の様子を見ている。そしてその度に、 自分と夫との生活を思い返すのである。収入も価格も年齢もほぼ共通しているのに、五つの家庭があるとすれば五組の夫婦は皆違った生活をしている。よそよそしいもの、むつまじいもの、派手なもの、質素なもの。どの一組も他のものに似てはいない。しかも皆、 それぞれに固く結びつき、互いに助けいたわりあって生きている。脇から見れば、夫にも妻にも欠点のないものはないが、当人たちにはそれほどに見えないようだ。これが本当なのだ。まさはそう思う。夫となり、妻となれば、他人に欠点と見えるものも、受け入れることができる。誰にも似ず、 誰にもわからない二人だけの理解から、夫婦の愛というものが始まるのだ。マサは今、肖像の示した愛情の表現を一つ一つ思い出してみる。それは皆、彼なりに真実であった。並外れて見えたのは、彼の愛情が他のどんな人間とも似ない、彼だけのものだったからだ。 彼が真実であればあるほど、それ以外に表現のしようはなかったに違いない。なんということだろう。マサは両手で表を覆った。なんということだろう。四。肖像が出奔するとき残していった、告白と謝罪の手紙も思い出された。 まさを幸福にしたかった。かっその他になんの野心もなかったこれだけは信じてくれこういう意味の叫びに近い部分がおぼろげな記憶に残っている武士たるものがなんという未練なことをその時はそう思うだけですぐに焼いてしまったが未練にもめめしくも見えるほど深いひたむきな愛情だったということが 今の彼女には鮮やかにわかる。焼くのではなかった。焼いてはならなかった。今読めば、もっともっと本当のことが分かったに違いないのに。マサは四十歳で年寄りになった。幕府や三家の大上郎にあたる奥勤めの最上位で、切りいも三十石。 合力二十五両という縁である。その頃から気持ちもまたひと転換した。正蔵との結婚の失敗についても自分に席のある点は言うまでもないとして、松室の不運な家系とか、その影響を受けた正蔵の性格とか、また複雑に絡み合っていた周囲の事情とか、要するに、 不幸は避けがたかったということなどが分かってきたただそれが避けがたい宿命だったと思えば思うほどマサ自身にもう少しの知恵と愛情があったら肖像の破滅だけは救えたであろうとそのことだけがいつまでも悔いとして残ったマサは五十二の年においとまが下って帰郷した 城下の桃山というところに家を賜り、生涯五人ぶちに奥方から年十両ずつ下さることになったのである。桃山は城下町から二十丁ほど北へ行った丘陵で、家はその南側の中腹にあり、赤松の林越しに城と武家町の一部を眺められる。元老職の隠居が住んでいたようで、 部屋数は少ないが、千坪ばかりの庭があり、松、ま、や杉や楓や桜などが、家を囲むように茂っている。よほど気管に里い人だったと見え、楓や桜なども、松、ま、杉と対象し,して、目立たぬように工夫がしてあり、思わぬ干木の茂みに、焦げ付きの石灯籠が据えてあったりした。里の犬までは、 ずっと前に父も母も行き、長兄も五年前に亡くなって、その子の全左衛門が家を継いでいた。これは馴染みも薄かったし、気性が合わないので、ほんの儀礼に往来するだけだったし、その他の親族も同じように代が変わっていて、親しく問い問われるという相手がほとんどなかった。飯使いは、 金蔵という老人の下僕に、間使いと下女を加えた四人暮らしである。三十日もすると、間使いの稲がまず寂しさにたまらなくなったのだろう。この辺りは冬になると狐が出るのでございますって。などと背中を見るような目つきで言った。そのくらいのことはあるかもしれない。 北側にもう一段高くなって、散らばらに武家の別所がある他は、丘から向こうの橋間谷にかけて、多くの松やくぬぎの林と畑続きである。マサの幼い頃には、狼が出るとさえ言われ、松茸やしめじを取りに来るにも怯えたものだ。では、超あんとでもつけようかな。 その時、駒遣いにはこう笑ったものの、さすがに自分でも肩の寒いような気持ちは避けられなかった。三十四年も賑やかなつぼね暮らしをした後ではあり、はじめはにんにでもなったような寂しさだった。夜になると、うかを二つも三つもつけたり、稲を自分の寝前一緒に寝かせたり、どうしても眠れないので、 しばしば夜半に酒を舐めたりした。冬の係りに一度鹿が迷い込んできた。その時マサは松林の中で万両を取っていたのだが、落ち葉を踏む荒々しい音を聞いて振り返ると、つい鼻先に身の丈9尺、本当にそう思った。もうあるお鹿が立っていた。栗色のブチ毛と、 恐ろしい枝のと、そしてギラギラ光る目とが、一緒くたになってこちらの目へ飛び込んできた。自分では覚えていないが、非情な声で叫んだそうである。金蔵が棒を持って駆けつけた時には、その鹿は林の下枝に角を引っ掛け引っ掛けしながら、田のぼと言われる方へ逃げていったという。 ひとつ鉄砲を買っていただくんですな。惜しいことをしました。老木はいかにも残り惜しそうに地境の外まで見に行ったが、マサはすっかり不安になって、雪のこないうちに庭周りへぐるっと竹垣を言わせた。年が押しつまってから、突然一人の老婦人が訪ねてきた。 お分かりになってその夫人は玄関でこう言いながら笑ったお分かりにならないでしょいかがまあ戸沢の菊江様まさは娘のように叫んだ菊江様でしょまあびっくりしましたわようこそさあどうぞ客は 戸沢和右衛門の末娘だっまさより一つ年下でいつか戸沢家に半年ほど世話になった時親しくしたそのころもどこかへ縁談が決まっていてまさが江戸へ去った後嫁いだということは聞いたが互いの境遇の変化もあってそれ以来まるで思い出しもしなかった人である嫁ぎ先は大倉殿もという老職で 現在は夫と隠居暮らしだという。まさは百年の時期に会ったほども嬉しく、金蔵をその家へ使いにやって、その世は無理やり泊まっていってもらった。五。桃山での生活は自然と落ち着いていった。菊江の訪れから糸を引いて、時折客も来るようになり、 徘徊や茶の集会を催したり、月節花に昇舟園を貼ったりした。稲は三年いて暇をとり、下女もなかなか落ち着いてくれなかった。金蔵はよく勤めたが、足に痛風が出たため、五年目に伊助という男を代わりに入れて去った。それから二年ばかりのうちに、菊江が亡くなったのをはじめ、 よく客に来た人たちの中から江戸へ転勤になったり病死したりして幾人かの知人が欠け彼女自身も見つきばかり病んで寝たその時のことである秋も終わりに近い季節だったが夜半と思う頃ふと目が覚めると庭の方で横笛の音がしていた江戸の御殿にいるうち まさも音曲は一通り稽古をして、笛などもかなり聞き分けられるのだが、その時聞く不死鳥は全く耳慣れないものだった。不死鳥とは言えないかもしれない。ただ即興に好みの音色を調べているのかもしれない。淡々として平凡で、少しも人の感情に訴えるものがなかった。笛は間もなくやんだ。 起きられるようになって、形ばかりの祝いに客を招いた。その後のことであるが、客を送り出した庭先で、ふといすけを呼び止め、お前、笛を吹きかと聞いてみた。老木は孫ついたように高騰して、いたずらでございますと口を濁した。金蔵と変わってから二年余りになるが、 いつも黙々と働く姿を見るだけで、彼とはあまり言葉を交わしたことがなかった。もう六十七八であろう。痩せてはいるが、骨のしっかりした体つきで、肩のあたりにどことなく枯れた品がある。口数が極めて少ないし、何をするにもおっとりと静かだった。何か過去に事情があって、 見を落とした人に違いない。こう思って、その時は何も言わなかったが、数日のち、彼が庭を履いていた時、縁側へ茶を運ばせて、少し休むようにと呼んだ。伊助は靴脱ぎに腰をかけ、いかにも静かに茶を味わいながら、まさの問いに少しずつ答えた。さようでございます。 この松林のかなたを眺めるような目つきで、区切り区切りこう言った。ひと言話せば、ひと言が身の恥でござります。家はかなりにやっておりました。土蔵などもむねばかしあったものですが、やっぱりそういう運だったものですか。今では帰っても、 土台石一つ残ってはおりません。さようでございます。ずっと南の方でございます。その時がきっかけになって、マサはよく伊助を話し相手に呼んだ。彼は聞かれることは素直に何でも話すが、すべてが控えめで、直接そのことを語るより、脇のことで表現するという風だった。 例えば、笛にしても、自分のはでたらめである。しかし三年ばかり、里かぐらの仲間と一緒に暮らしたが、あの仲間には、名人と言ってもいいような人間がいる。こういう言い方をするのである。妻も一度もらったが、うまくいかないで別れた。もちろん子供もない。故郷を飛び出して以来は、ちまたからちまたを流浪して歩き、 口には言えないような夜当たりもした。まるで水の上に落ちた枯れ葉と同じで、ただ流れのままに生きてきたのである。その枯れ葉が、風の拍子で、よどみへ吹き寄せられた。ここのお世話になったのも、ちょうどそんな具合でござりましょうかな。いすけはこう言って静かに笑った。 おかげさまで生まれて初めて落ち着きましたこんな静かなのびのびした暮らしができようとは夢にも思いませんでしたがこうして親しく話すようになっても伊助の態度は少しも変わらなかったいささかでも慣れた様子とか怠けた風は見せないこちらから呼びかけない限りは 黙ってコツコツ自分の仕事をしている。酒なども出してやれば飲むが、自分では決して口にしないようだった。ある年の秋だったが、林の中を歩いていると、あけびのなっているのを見つけた。取ろうとしたが高いので、いすけを呼びに戻った。彼は巻き終わっていたのだろう。納屋の前のところで、代議に腰を下ろし、 こちらに背を向けて何か手に持ったものをじっと眺めていた。割られた木の水ような匂いがそのあたり一面に漂っている。何を熱心に眺めているのだろう。マサはふと脇の方から近寄りながら覗いた。老人の手のひらの上にはザクロの熟れた実があった。マサは なんだと思って苦笑しながら「うちのザクロは酸っぱくて食べられないのだよ」こう言ったどんなにびっくりしたものだろう伊助はほとんど台荷から飛び上がりザクロは彼の手から落ちてコロコロと地面を転げたああ肝が潰れました伊助はあけびを取りながらも幾たびか吐息をついた こんなに驚いたことはございません。きっと半分眠っていたのでございましょうが。八年いる間に彼がそんなあからさまな自分を見せたのは初めてである。まさも久方ぶりに随分笑い、後になってからも思い出してはおかしくて微笑まされた。六。 庭の菓子を切ることに決めたのは、後の月の十日ばかり前だった。小杖も伸び、枝も張りすぎて、月を眺めるのに邪魔になる。去年もそう思ったのだが、つい気が進まずに伸ばしてあった。その話をすると、よろしかったら、私が切りましょう。こう言って、伊助はすぐ城下まで斧を買いに行った。 歌詞は根回り五尺ばかりあった。伊助は休み休み一日一杯斧を振るっていたが、二日目の午後にようやく半分くらい切り込んだ。マサはそれを見に行ってから、今へ戻って手紙を書くために机に向かった。亡くなった菊江の友で、城下の本殿という大きな昇家の妻女が、この頃では最も親しく訪ねてくれる。 その人へ、後の月の招きを出すつもりだったのだ。墨をすり、紙を述べて、筆を手にしながら書き出しを考えていると、どんな連想からだろう。突然、マサの頭に奇妙な疑いが湧き上がった。それは、伊助が夫の肖像ではないかということだ。この奇妙な疑問が、 何を根拠に起こったかわからないが、ふとそう思った途端に、非常な確実性をもって、まさの頭を占領した。それは八年の間、無意識に貯めていた印象の断片が、自然の機会を得て、一つの形を成したとも言える。ああ、まさは低くうめきながら筆を置いた。 歌詞の木が切り倒されたのであろう。ダーッと凄まじい物音がし、地面が揺れた。マサは身震いをした。ザクロ。松室へ貸した初めの頃、肖像はザクロの実を割って、その美しい種粒を妻の体に例えた。伊助は納屋の前で手のひらに同じものを載せ、 近づいてくる人の気配にも気づかぬほど熱心に眺めていた。あの時のどはずれな驚きようは、単にぼんやりしていたための驚きだろうか。マサの潜在意識の中から、八年間のあらゆる記憶がよみがえってくる。彼の身振り、言葉の端々、笑う口つき、物を見る目元、 そしてまたざくろだがどうしたのだろうマサはふと庭の方へ目をやった何も聞こえない歌子の倒れる音がしたっきりだ確かに歌子の倒れるすさまじい音と地響きがしてから急にひっそりと何も聞こえなくなったマサは立って縁側へ出てみた 庭の向こうがひとところうそのように明るくなってこれまで見えなかったお城の辰巳櫓が正面に眺められるカシのキは斜面の低い方へ倒れ鮮やかに新しい切り口をこちらへ見せている何の音もしないし人の影もないその異様な静かさはまさをゾッとさせた 何か起こった。何か非常なことが起こった。こう直感するなり、彼女は裸足で庭へ飛び出していた。伊助は、カシノキの下敷きになっていた。腰骨のあたりを押しつぶされて。彼は唇まで髪のように白くなり、歯を食いしばっていた。マサは悲鳴を上げて、駒遣いと下女の名を呼びながら、 伊助のそばへ膝をついた。駆けつけてきた下女と小間使いが取り乱して騒ぐのを叱りつけ、一人を医者へ、下女には人を四五人呼んでくるように命じてやった。しっかりしてください。もうすぐ人が来ます。医者もすぐ来ますよ。私がわかりますか。構わないで。伊助は、 ほとんど声にならない喉声で眉をしかめながらこうささやいた「年を取ったのですな足を滑らせましてバカなことです」マサはいすけの肩へ手をかけたそしてじっとその目を見つめながら言った「本当のことを言ってくださいあなた正ど殿ではございませんか?」 あなたは、松室正ど殿ではございませんか伊スケは、口を開き、目を見張った。その大きく見開かれた目を、光のように素早く、何かの走るのが感じられた。マサは、両手で彼の肩をつかみ、顔と顔を重ねるようにして呼びかけた。おっしゃってください。傷は思うございます。 これが最後になるかもしれません。本当のことを一言だけ聞かせてくださいまし。あなたはまさの夫でございましょう。伊助はじっとこちらを見た。黙って、かなり長いことまさの目を見上げていたが、やがて静かに頭を左右へ振った。そして、ごくかすかな ほとんど聞き取れないような声で、いい余生を送らせてもらいました。とささやいた。後の月の荘園は取りやめにした。伊助の亡骸を埋めた庭の隅の干木に囲まれた日だまりによく日踊りが来ては泣いていたが、間もなく雪が来て、 全てを白く覆い隠してしまった。凍った寝雪の上にまた雪が降り、その上にまた積もっては氷してからも、マサは伊助の墓標の前へ行って、物思いにふける習慣をやめなかった。伊助は自分が肖像であるということを否定した。それはそのままに受け取ってもよいしまた、 否定の形をとった肯定と解釈してもよい。マサもすでに六十三歳になっていた。言葉や形で示すもの以外のもっと深くより真実なもの、人の心の奥深く秘められたものを理解する年齢に達していた。八年いるうちには、 まさがあれからずっと独身で通したことも知ってくれたであろう。伊助も、一度妻はめとったが、うまくいかずに別れた。それ以来は、妻もなし、子もない。と語ったことがある。その伊助が、肖像であったにせよ、なかったにせよ。最後にささやいた彼の言葉は、まさを慰めるのに十分であった。 いい余生を送らせてもらいました。